皆さんこんにちは、プロリンです。早速ですが、夏の足元どうされてますか？何を履こうか迷ったりしませんか？そこで今回は私ムロリンがこの夏投入した3足、色違いを含めると4足をご紹介してまいりたいと思います。もちろんコーディネートもつきますので、最後までぜひご覧ください。それでは早速始めてまいりましょう。1足目はこちら、じゃーん、ミキーズです。ブラックとダークベージュを投入いたしましたよ。このカナダ発のティキーズ、2009年に設立された割とね新しめのブランドです。で、こちらはねもうね140ぐらいこうデザインとか色とかがあって、30カ国以上世界中で販売されてるっていうサンダルブランドです。で、このねティキーズをなぜ投入したかっていうと、こういわゆるこういう B さん型のねサンダル、私正直すっごく苦手なんですよ。でなんでかっていうと、ここの鼻緒の部分、ここがね痛いのよ。こうなんていうの、こう親指と人差し指のこの股の部分っていうのかな、そこがねすりむけちゃうの。だから夏になってもビーチサンダルってほとんど履いてなかったんです。でもティキーズはねすごいのは、最初1回目履いた時は確かにちょっとだけ鼻緒硬かったけど、それでもすりむけなくて、2回目以降はねスーッとねこう足に馴染んで、ねすんなり履けるようになりました。で特にこうやっぱり鼻緒が痛くてビーチサンダル履けないっていう方多いと思うんですけれども、このティキーズはねぜひおすすめです。それでは早速コーディネートをお見せしたいと思います。まずはティキーズのダークベージュからです。でね、最初のコーディネートはこうベージュに白のサロペットで、こう全体的に白ベージュのトーンでまとめております。いかがでしょうか。で、サロペットってともするとちょっと子供っぽく見えないかななんて心配される方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そういう時はね、全体的にその白ベージュとか黒白のこうモノトーンとか、ちょっとこう大人っぽい配色にして、でポイントは足元を少しねこうやってヌーディーにすることなんですよ。でその時ね、できればこうペディキュアとかちょっと塗ってあると、女っぽさも出てとってもいいと思います。こういうね鼻緒の細いティキーズの B さん、すっごく便利なんですよね。なんかこうほら見た感じも本当にさりげないんですけれども、こういうのがあるとすごくこう迷った時に、あ、そうだそうだティキーズあったみたいな感じでね使えるから、これはね一足持ってらっしゃると夏場便利だと思います。そして今度はね T シャツに柄のパンツを合わせてみました。でこういうほら柄のパンツの時とかも結構足元迷うと思うんですよ。でもねそういう時にこうダークベージュだとこう足の延長みたいな、こうほら足の色とこう馴染むから、足の延長みたいな感じでスッと足長に見えますしね、とってもね便利なんですよ。 B さんの鼻緒が苦手な方にもぜひチャレンジしていただきたい一足です。そして今度はティキーズのブラックを履いてみましたよ。いかがでしょうか。ほら夏場になると巻き下丈のワンピースをお召しになる方多いと思うんですよ。今年だったらねレギンスなんか履かれる方も多いと思うんですけれども、そんな時にレギンスの色と合わせてこのねティキーズの B さんを履かれるとね、すっごくすっきりまとまります。でコーディネートのポイントは、その他にもね、ちょっとこう夏場ってこうともするとこう地味になりがちなので、今回はこのカゴバッグにシルクのスカーフを軽く巻いております。ちょっとね柄なんかも足してコーディネート楽しまれるとよろしいと思いますよ。そしてティキーズのラストのコーディネートはブラックのカットソーにブラックデニムの黒黒コーディネートです。いかがでしょうか。でね、ポイントとしてはその夏場のねデニムスタイルの時の足元はね、やっぱりねこのティキーズのね細い鼻緒のねさりげないミニマルなデザインの B さんがね一番よく合う。ほんとねこれはね万能に合うんですよね。でコーディネートのポイントとしては、今回ねヘインズの、ノースリーのカットソー合わせてるんですけれども、夏場ってそのノースリー1枚だけだと結構コーデ感がこう少ないので、今回はリネンのカーディガンを軽く巻いてます。こんな感じでちょっとカーディガンを巻くだけでもねコーディネート感がアップするので、ぜひおすすめです。あ
とはね、今回もねバッグにスカーフを巻いてるんですけれども、夏場にねバッグにこうスカーフ巻きつけるのはね本当におすすめ。ちょっとこう色もさせますし、なんとなくねやっぱりね華やか見えするので、ぜひやってみてくださいね。はい、お次はこちら、J&M デビットさんのサンダルです。こちらはねもう私の動画をご覧になっている方、前回 J&M デビッドソンさんのショッピングツアーの時に購入したものでもうお分かりになっているかと思うんですけれども、もしご覧になってない方は概要欄に詳細記載しておきますね。で、このね J&M デビッドソンのサンダルがねとってもいいんですよ。で、ショッピングツアーの時にもプレスの方からご紹介あったと思うんですが、もともと J&M デビッドソンさんってベルトから発祥しているブランドさんなので、ここのモチーフがねベルトのほらループみたいになってるの。ベルトってほらここにこう金具ギュッて通して締めるじゃないですか。そのデザインモチーフです。で、これはちょっとだけ見て、少しだけ3センチぐらいヒールもありますし、私みたいなね小さな人にね割とこうフラット履きたい人とか、これぐらいのねヒールだったらいいかなと思います。楽ちんだし。で、これはねノーコンとあとブラウンとあったんですけれども、私はね夏は結構モノトーンコーデが多いから、そういうモノトーンコーデに合うようにネイビーをチョイスしました。でもね濃紺だからそのネイビーのスタイルにも合うし、その黒っぽいスタイルにも合うし、白にも合うしね、結構ね万能選手です。すごくね愛用してます。それでは J&M デビッドソンのネイビーサンダルのコーディネート参りたいと思います。でね、まず最初はちょっとこうマリンっぽいスタイルで、ボーダーのカットソーに、これもねネイビーのレースのワイドパンツ、ちょっとこう黒プド丈のものを合わせてます。で、こういうほら夏場って足首を出すスタイルも結構多いと思うんですけれども、そんな時はね足元にね少しこういう風にこう重量感のあるサンダル合わせるのもおすすめです。やっぱりこうなんて言うんだろう、コーディネートの時に足元のその、レザーの分量が多かったり少なかったり、どっちがいいかっていうのは鏡の前で見てね、しっかり見極めた方がいいと思います。ちょっとこれでヌーディーサンダルだとこう心もとなさすぎる、気がする。やっぱりねこう分量を足さなきゃいけない時と引く時と、その何引き算と足し算がね足元すごく重要です。特にね夏場はねサンダルが多いと思いますので、ぜひコーディネートを一番最後の仕上げとして鏡の前でチェックしてみてくださいね。で、今回は、このマリンスタイルにちょっと分かりづらいんですけれども、左胸のねあたりに、ブローチなんかをつけてアクセントをつけてます。やっぱりね夏場ちょっとね小物を着かせないとすごく地味なコーディネートになっちゃうので、薄着なのでね、何かしらやっぱりアクセントつけるといいと思いますよ。はい、そしてお次はちょっとねブルーっぽいトーンでまとめてみましたよ。いかがでしょうか。で、さっきからよく出てくるけど、なんかね夏場になるとね妙にカゴのコーディネートが増えますね私やっぱりこう気分なのかね。で、今回は、全体的にそのブルートーンでチェックの柄のスカートを履いております。で、巻き下丈の時なんかにもねこの重量感のあるサンダルとっても重宝してます。なんでこう重たくなりすぎないかっていうと、お伝えしたみたいにそのほらベルトモチーフになってて、こうなんていうのベルトの穴のモチーフっていうのかな、ちょっとこう素肌がところどころ見えるので全体的に重くなりすぎてないんだと思います。あと濃紺だから、これでやっぱり真っ黒だとちょっと重いかなと思うんですけれども、このね濃紺ダークネイビーがねうまいことねカジュアル感も醸し出していいんですよね。とっても使いやすい一足です。お次はこちら、ジミーチューのクリスタルストラップ付きカーフレザーローカットスニーカーです。すごい可愛いでしょこれ。正直ちょっとそのミーチューって結構ね高級ブランドなんで、ご紹介するのまあどうかなと思ったんですけど、すごく可愛いんで今回ご紹介させてください。白でちょっと厚底で
で、デザインが効いてるもの、この3つの条件で探してました。で、どれがいいかなっていろいろ見て、いろいろ見た結果、こちらになったんです。で、このジミーチューはね、本当に素晴らしくて、とにかく見て、ほら、360度どこから見ても可愛いんですよ。このソールの部分がね、こうちょっとこうダイヤモンドみたいな感じでカットされててね、こうラメが入ってるの。なんとね、裏側もこんな感じなの。綺麗ですよね。ここにね、クリスタルストラップもついてるから、こんな感じで調整もできます。これね、もう可愛すぎて工芸品みたいな感じ、もうアートピースみたい。こちらはね、白と黒とあの展開がありまして、黒もね、すごく素敵でした。正直ね、お値段もそれなりにするので、まあ、地味中だと難しいっていう方は、他でもね、あの厚底のスニーカー結構出ているので、ぜひ見てみてくださいね。でも、もしよろしければこの地味中も店頭とかお見かけになったら、ぜひお手に取ってみてください。すっごく可愛くて気持ちも上がります。それではスニーカーのコーディネート行きたいと思います。でね、今回のこのジミーチューのスニーカーがあまりにもゴージャスすぎて、コーディネートはシンプルめです。で、今回のこれなんか特にそうなんですけれども、白 T にブラックパンツに、まあ、シャネル の, あのチェーンのバッグ、まあ、トラッセだけなんですけれども、いかがですか？あのね、ちょっと引きで分かりづらいかな。もうやっぱりね、クリスタルストラップがついてるから、もう余計なものはいらないなって感じです。で、特にちょっとこう厚底なので、ボリューム感も足元に出ますから、私みたいなね、小柄な人でもね、バランスがね、取りやすくていいと思います。そしてコーディネートの最後はネイビーのマキシワンピに白のスニーカーを合わせてみました。いかがでしょうか？で、スニーカーのね、選び方のお話なんですけども、ここで最後にね、ご自身のサイズよりもこうハーフとか1センチくらい上げて選ばれるのがおすすめです。特にね、私なんて足が小さいから、自分のジャストサイズだとすっごくちっちゃく見えちゃうの。だからちょっぴりね、ハーフとか1センチくらい上げて測れると、全体のバランスも取れますし、で、スニーカーだったらちゃんと靴ひもがあるから、そのパカパカ脱げたりしないですし、ちょっとね、その全体のバランスを見ておサイズ決めるととってもよろしいと思いますよ。今回の動画をお気に召していただいた方は、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。